皆さんどうもこんにちは、すももです。今日はディズニーで買ったスーベニアについて紹介したいと思います。こちらです。トゥトゥン。こちらはディズニーシーの20周年のランチトートなんですけど、なんか結構売り切れ率が高くって、私が行く時にあるかないかわからなかったんですけど、ネットの情報を見てたら再販されたって書いてあって買うことができました。めっちゃ素敵。なんかこれ 青に光ったり、なんかピンクに光ったり、この光のマジックですごいね、光の当たり具合によって色が変わるという一品でございます。で、持ち手はゴールドになっております。で、ここが透明のなんかケースっていうかなってて、まあ、ぬいぐるみバッジを入れるのもありだし、まあ、私もこれ通勤のサイドバッグにしようと思って、でここにスマホとかを入れると結構取り出しやすいのでいいなって思いました。まあ、ランチトートということなので、ちょっとここが保冷バッグみたいな感じにはなってるんですけど、ランチトートとして使うで、万が一そのおかずのお汁とかが漏れてこれにくっついたら私は多分切腹するので、これはもうランチトートとしてではなく通勤用のサイドバッグにしたいと思います。このロゴ20周年のマークがあって、もうこれ買えただけで本当に嬉しかったです。ディズニーシー20周年だけど、あんまりやっぱりコロナの関係でハーバーグリーティングもやっぱりそのショーじゃなくってグリーティングという形で短いバージョンだったりするので、まあ、あまり盛大な20周年という形ではやってはいらっしゃらないんですけど、まあ、グッズは割といろいろ出てて、でもやっぱりすごい人気で、もう売り切れがすごい多かったんですよ。でもこれがちょうど再販のかかった時に行くことができてよかったです。もうランチトート買うのにセットメニュー食べなきゃいけなかった、それがちょっと結構大変でした。で、続いてはこちらのスーベニアです。これダッフィーちゃんのフレンドたちです。この購入の決め手になったのがこのシリコンのマグカップじゃないけど、まあ、タンブラーの蓋がついてて、で私職場にこれ使おうと思って、で私職場が2箇所行ってて、その結構職場が2箇所あるので、それぞれにマグカップとか飲み物を入れるものを置いておきたいので、今回こいつを戦力にすることにしました。ダッフィーちゃんやっぱりこれはめっちゃ可愛い。これも20周年の記念のグッズでございます。蓋がシリコンになってて、今コーヒー入れちゃってるんですけど、結構温かさも持続するような、蓋があることによって持続してると思うし、ここに飲み口があるので、やっぱり事務職をしてる方だったらわかるかもしれないんですけど、パソコンに飲み物を落としたり、まあ、パソコンとかでも机の上にある書類とかに万が一ドリンクをこぼしてしまうとえらいこっちゃになるので、まあ、もしパソコンにかかって壊れでもしたらもう始末書問題なので、やっぱりこういう蓋付きのやっぱマグカップというかタンブラーがすごいいいなって思いました。で、私結構夏場でも温かい飲み物が好きで、多分内臓をあんま冷やさない方がいいっていうのをずっと感じてる人なので、夏場でもまあ冷房効いてるっていう関係もあるので、温かい飲み物をずっとこれで飲むことができるのがすごく嬉しいなって思いました。これもすごく人気で、お母さんと一緒に行ったんですけど、朝一もディズニーシーに入園してから
即その売ってる、ケープコットンにあるレストランというか、まあ店に行きました。でそこをいつもダッフィンのショーがやってるんですけど、今コロナの影響か何かでそこの劇場の方はクローズされてて、まあ、普通にご飯飲食だけのスペースはオープンしてて、でそれでスーベニア前から狙ってたやつを買いました。でここ今はちょっと持ってないんですけど、これのランチトートとかも買えて、あとミッキーとダッフィーのなんとかボヤジってやつのグッズもなんとか一つ手に入れて、まあ、それもまた機会があればご紹介をしたいなと思います。今回はこの2つをご紹介しました。なんか1本の動画に全部のグッズを紹介できたらいいんですけど、いかんせん量が多いので今回はこの2つだけに絞ってご紹介しました。以上が今回の購入、スーベニアの購入品でございます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。バイバイ。